ねえ見て、店頭に水色の装飾が多いね。って、そうか、ホワイトデーか。ついこの間までバレンタインデーでピンク色の装飾ばっかりだったのに、もう1ヶ月経ったんだね。そういえばホワイトデーって何を渡すのが一番いいんだろう。バレンタインにはチョコが定番だけど、ホワイトデーはクッキーとかキャンディーとかいろいろあるじゃない。しかも返すお菓子はそれぞれ意味があるって聞いたことあるよ。用意する人は大変だね。どんなお菓子でも美味しければいいと思うんだけど、あなたはどう思う？やっぱりちゃんと意味を考えて用意するべきなのかな。あなたも美味しければいい派か。私と一緒だね。バレンタインもホワイトデーも美味しいお菓子をもらえる日って考えれば、みんなもそんなに悩まなくて済むんじゃない？食い意地張ってる？言ったな、あなただって人のこと。ってこら逃げるな。